ハンドレッドノート。ここの占い師の実態を暴くことが今日の依頼だよ。ここって当たると評判の人気店じゃないですか。不安を煽って高価な道具を買わされる被害が相次いでいるそうだ。試しに自分が占ってきますよ。自分は用心深いので騙されませんけどね。自分には悪霊がついているらしいです。ちょろい。運気も最悪で、もうすぐ猛獣に襲われて大怪我するらしいですよ。でもこの聖水を持っていれば悪霊や猛獣を寄せ付けないらしいです。初回サービスで安く買えました。騙されすぎだろ。でもすごかったんですよ。自分の性格とクラスの人間関係や成績で悩んでいることも当てられました。それはバーナム効果って言って、誰にでも当てはまることを言ってるんだよ。そうなんですか。あとは相手の様子を観察して言い当てるコールドリーディングって手もあるけど、暗い性格がにじみ出てたんだろうな。無効。ここの占い師は事前に相手の情報を調べるホットリーディングの手を使ってるって噂もあるね。インチキじゃないですか。やっと気づいたか。今度は僕が潜入してみるよ。どれどれ、今度の客は。チッ、また高校生かよ。いつも通り事前に情報を調べておくか。ん？この制服はあの有名進学校じゃないか。ならその辺の学生よりは金もありそうだな。騙して高い商品でも買わせてやるか。占いなんて初めてだから緊張するな。よろしくね。ようこそ私の占いへ。君は高校生だね。高校2年生だ。すごい、よくわかったね。君には悩みがあるようだ。高校2年だからそろそろ受験だ。そうか、進路に困っているね。いや、特に困ったことはないかな。僕、将来やりたいことはもう決まってるから。不良っぽいから進路のことで悩んでると思ったのに。なら人間関係で悩んでいるだろう。仲のいい友人に対して少しだけ不満があるね。ないよ。僕の友人はとても優秀だし、何より信頼できるからね。今は何もかもうまくいってるかもしれないが、もうすぐ非常に危険な目に遭う未来が見える。命の危険が迫っているぞ。命の危険？それは怖いな。何か避ける方法はないの？よし、来た。この壺がおすすめだ。これを持っていれば君の危険や悪運を全て吸い取ってくれるよ。本当？ああ、本当は50万するんだが、君は学生だし10万でいいよ。ありがとう。これで僕は助かるんだね。所詮はガキだな。騙すのなんてちょろいもんだ。おとなしくしろ。この店にある金全てを差し出せ。さもなくばお前らの命はないぞ。強盗だと？金を渡すわけにはいかん。このガキをおとりにして俺は逃げるぞ。本当に危険なことが起こったよ。占いは当たるんだね。手を離せ。今はそんな場合じゃ。この壺が助けてくれるんだよね。どうやって使えばいいの？できればこの場を切り抜ける方法も占ってほしいんだけど。そんなもんあるわけねえだろうが。適当な占い結果を信じて安く仕入れた壺を高値で買って、お前らみんなバカじゃねえのか。そんな。じゃあ占いは全部嘘だったの？当たり前だ。インチキだよ、インチキ。信じるやつがバカだ。らしいよ、敬語。え？ちゃんと録画した？問題ない。お前たち、グルだったのか。自白してくれてありがとうね。こちらはユイト。顧客リストも抑えましたよ。カモとかカネズルとか、ひどい書き方ですね。よし、証拠は揃ったな。自分の欄にも何か書かれてます。ちょろすぎる。というわけだから、このデータは被害者たちに届けるね。訴訟を震えて待つんだな。そんな。今こそ自分のピンチを占ってみたらいいんじゃないですか。
悪徳占い師逮捕、被害者数百人が集団訴訟だとさ。へえ、やっぱり逮捕されたんだ。あの占い師、これから運勢最悪だね。そういえば、あの時もらった聖水がまだあるんですけど、どうしましょう。どうせインチキ商品だろう。トイレにでも流して捨てろ。もったいなくないですか。結構いい匂いするんですよ。中身は適当な香水を入れていたんだろうね。くっさ、これのどこがいい匂いなんだ。ま、そういえば猛獣よけになると言われたんでした。これをつければ慶吾くんが自分に近寄れなくなるというわけですね。お前は本当に懲りないな。猛獣に襲われてます。あの占い実は当たってたりして。自分と一緒にネストをしていきましょう。いや、僕らの宣伝しろって。二人ともうるさいぞ。チャンネル登録と高評価もよろしくな。